ゆっくりドラム講座。生徒さんの実力に合わせた譜面撮影演奏動画撮影素敵なオンラインレッスン初心者から高低重量まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。さて皆さん、世の中にはかっこいいドラムイントロが山ほどありますね。そこで今回は世界かっこいいドラムイントロランキングのトップ3に間違いなく入ると言ってもいいウルトラハイパー素敵なドラムイントロを紹介いたします。叩きます。このフレーズはイギリスのバンドレインボーのスターゲイザーという曲のドラムイントロです。1976年の曲なので2023年、現在からするとものすごく前の曲です。ドラマーはコージーパウエル。ツーバスのドラムってやつはこうだって金字塔を打ち立てた素晴らしいドラマーです。このドラムイントロは3つの場面からできています。まずは前振り、最初のタカタカタンタン、こういう32分音符から16分音符につなげるの現代でもよく使われますね。私が聞いたところアクセントがついてるような気がするのでつけてますが、必要ないならアクセントなしで大丈夫です。大切なのはタカタカタンタン。32分音符から16分音符のつながりを意識しましょう。タカタカタンタンの部分をしっかり漢字で32分音符から16分音符につなげましょう。それが終わるとタムゾーン。ここは右左交互じゃなくて右右左が続きます。まずは右手移動をできるように練習しましょう。 RRL の繰り返しで右手だけ移動。ちなみにこの時は指を使って二回ではなくて首を使って二回。なぜかというとタムをしっかり鳴らしたいから。ダブルストロークではなく普通に二回。ちなみにこのフレーズはタタタンじゃなくて全部均等タタタの繰り返しです。タタタンだとこう。全部均等です。慣れてきたら早くしましょう。ね、簡単でしょう。この下準備ができたらフレーズを叩く。さっきは3連符で練習しましたが、こちらは16分音符となってます。けど均等なのは変わりません。1拍を感じましょう。2拍目は RRLR、 3拍目は RLRK、 最後はフラム。両方強で大きめにずらすとかっこいいです。最後の最後のバスドラでこのフレーズはキュッと締まるのでずれないように。もう一回。では次、ツインペダルド定番技 RLKK と見せかけている RKK です。左手スネア固定で、こっちもまた右手だけ移動。足を動かす順番は右左でも左右でもどちらでも大丈夫ですが、今回は右足左足。まずは左手と右足だけでできるようにしましょう。左手と右足で単ドンの繰り返し。左手下ろしたら右足は上げる。右足下ろしたら左手は上げる。互い違いの動きを意識しましょう。それができたら移動はなしで LRKK タタドドの繰り返し。LK の繰り返し。LRKK。慣れてきたら右手を移動する。ね、簡単でしょう。では最後、単ドン単ドンの繰り返し。これまた左始まりです。なのですが、最初は右始まりのドンタンドンタンをできるようにしましょう。右手と右足同時、左手と左足同時。これの繰り返しです。なのですが、ハイハットオープンがあるので開けるタイミングも重要です。右手下ろしたら左足は上げる。これを守らないとハイハットオープンの音が変になります。右手なしでやってみましょう。左手と左足は同時。右手も追加。右手下ろしたら左足は上げる。開けるタイミングがずれると綺麗にハイハットオープン音が鳴りません。
イミングを合わせましょう。速くするときは左足のかかとを上げる感じ。これらができたらフレーズを練習する。左から始まって最後はスネア2回で LL、LR とか RL とかでも大丈夫です。スネアが弱くなりがちなのでしっかり叩きましょう。オープンリムショット使えると振り幅少なくても音量稼げるので便利ですね。今までのが全部できるようになったら全てをつなげます。何事も一歩ずつ、それぞれを小分けにしてちょっとずつ練習しましょう。少しずつ上手くなっていく、それがいいのです。テンポ92で遅いけど32分音符が出てくるので、実際のテンポは倍の184で感じるのもいいし、テンポ92でメトロノームを8分音符を鳴らすのもいいです。今となれば RLKK とか RLRLKK とかツインペダルフレーズは当たり前ですが、当時はもうこれができたらヒーローだったらしいです。せっかくなのであなたもヒーローになりましょう。叩きます。簡単でしょう。新しいを知るのも大事ですが、昔を知るのも大事です。なんて言っても原点、元祖ですからね。この演奏があって今がある、温故知新、私の好きな言葉です。ちなみにですが、このフレーズを叩いたドラマーコージーパウエルの使用スティックは太さ19mm、普通は 14.4mm なのでむちゃくちゃ太い吸血鬼を倒せるくらいのスティックです。なおかつレギュラーグリップ、いわゆるジャズの人がよくやってる持ち方、それでいてハイパワー、いろいろとロマンあふれるドラマーです。残念ながらなくなってしまいましたが、ハードロック、メタル好きというなら一度は聞いておくべきでしょう。レインボーのキルザキングって曲が個人的にはおすすめです。ぜひ聴きましょう。と、言ったところで動画はお開き、より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。チャンネル登録高評価を一押し、よろしくお願いいたします。あなたの一押しが私の希望となります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。